アンガウル州アンガウル州はパラオ共和国の州の一つ。アンガウル島はパラオ諸島の南、ペリリュー島の南西 10km に位置し、パラオを取り囲むサンゴ礁のさらに南にある。アンガウル林港工場島の総面積は8平方キロメートル。人口は2015年の国勢調査によると119人。1945年から1978年に、 かけて、アメリカ沿岸警備隊は、ロースタ・パラオを世界的なロランナビゲーションシステムの一部を担うロラン送信書として計画した。アンガウル州では、パラオ共和国の公用語である、パラオ語と英語のほか、日本語が、アンガウル州憲法第12条第1項で、公用語として定められている。これは、第二次世界大戦前のパラオが、日本の委任統治領であった歴史的経緯に由来する、もので、 日本語が公用語に定められている唯一の事例である。ただし、現在のアンガウル州には日本語を日常会話に用いる住民は存在せず、象徴的なものに泊まっている。アンガール島にはコロール島からの定期船及びチャーターボート、チャーター飛行機でアクセスが可能ではあるが、定期船は週1便しかなく、スケジュールが頻繁に変更され概要上に位置するため、 波が荒く血行も多い。容易に訪れがたい、離島の一つである。訪れるのであれば、ペリリュー島から、ダイバーズショップの乗り合いボートを利用するか、地元漁民の船をチャーターするのが良いと思われる。第二次世界大戦中に、アンガール島で全滅した、旧日本軍第十四師団不評第59連隊、第一大隊やその幹線及び航空機、現地民間人等の戦没者母縁。 小さな仏教寺院、検証費がある。サーフィンの名所としても知られている。ダイバー向けのコテージホテルが一軒営業している。ペリリュー島のダイバーズショップがアンガウルと観光ツアーを再興している。2003年にはパラオ国会によってカジノが合法化された。過去に日本の NPO であるオスがアンガウル州立自然公園というプロジェクトを掲げていた。 2015センサスオブポピレーションハウジングアグリテーブルズオフィスオブプランニングスタティスティックスミニストリーオブファイナンスリパブリックオブパラオ P102020 年12月29日閲覧矢崎幸夫現代先端法学の展開新参者出版2001年10月10から11ページ ISBN 4から7972から 3038X。アンガウル州憲法パラオ共和国アンガウル州。1982年10月8日。制定。2005年度パラオ共和国国政調査パラオ共和国統計局。2005年12月。26ページ。ありがとうございます。